村長、なかなかうまそうなものを作ってるの。今日はあんたの口に合うネタはねえよ。毎日ごちそうにありつくのは難しいな。わかるよ。でもあんたのことは頼りにしてる。礼ならちゃんと他のとこよりも弾むからね。それについちゃあんたを疑ったことはねえさ。ここのホームレス街は孫妃の情報源の一つでもあるんですよ。あの村長って呼ばれてる人に町中の仲間からいろんな話が集まるんです。防犯カメラでも取れない情報はやっぱり人の目とか耳で集めなきゃってことなんですかね。お待たせ。うちは村長にいつも世話になってるんでな。少し顔色を伺いしてきた。いいって孫妃。じゃあ行きましょう、キリュウさん。おい、待てよ、サエコ。え？どうかしたの、村長？その人のことは鈴木さんと呼ぶんじゃなかったのか。脇が甘すぎるぞ。ああ、そうでした。人目を避けて生きるのは骨が折れる。ここにはそんな奴らばかりなんでな。あんたの苦労は一言とは思えねえよ、鈴木太一さん。お互い様のようですね。あんたの方が人一倍大変だろう。どうやら有名人だったらしいからな。その点俺なんかはもともと誰からも気にされてなかった存在だ。そんなことないでしょう。本当のことだよ。もし興味があるなら俺の昔話を語って聞かせる。あの、ごめんなさい村長。キリじゃなくて鈴木さんは忙しいから。そうなのか。それなら邪魔するわけにもいかねえな。なんだか長くなりそうだったから思わず断っちゃったけど、悪いことをしたかな。いや、しかし村長のやつ珍しい。どういう風の吹き回しかね。何の話だ。ここの人たちはみんな自分語りをしないからな。実は私ですら村長の過去は聞いたことがない。それを自分から切り出すなんて、何か桐生さんに感じるところがあったのかもな。同じ日陰に生きる者としてってことか。村長もここに来るまでいろいろあったようだ。それをなぜか俺に聞かせたがってた節もある。あの写真に写っているうちの一人が若き日の村長だったんだろう。どうする、村長の昔語りを聞いてみるか。村長、あの写真に写っていたのはあなたと、もう一人は誰だったんです？ああ、あれは昔俺の上司だった人だよ。同じ町工場で働いてたんだ。もう10年か20年か。どうだったかな。随分前の話だから。あなたがまだ日の当たる世界にいた頃ですか。あんたも俺もお互い茨の道を生きてるもんだな。ほんの少しボタンが掛け違わなければもっと違う人生を生きていたかもしれん。だが俺らはなぜかこの場所で相まみえている。不思議な一期一会ってやつだ。右に写っている若いのが俺、左が昔の上司だ。横浜の町工場で主任と呼ばれてた。俺は高校を出てすぐに働き出して、主任が手取り足取り仕事を教えてくれたんだ。
高校を出てからすぐだとすると相当長いこと働いてたんですね。俺はこう見えても優秀な熟練工だったんだよ。超ベテランのな。ねえ、IT 時代がどうのと聞かされているうちに、どうやら俺の仕事はいらねえものになっていった。その頃から若いもんは採用されなくなったし、つまり何年も前から先細ることは分かってたんだ。だからって他に能のない俺になすすべはなかったがよ。俺が長年かけてやっと身につけた技術は、今はもうその何十倍って速さで大量にロボットがやっておける。当然会社はリストラを進めることになった。そして主任が俺に引導を渡す役だったんだ。辛いですね、それは。あなたにとっても主任にとっても。主任は俺を弟のように思ってくれていた。その首を切らなきゃ自分が路頭に迷う。だったら選択肢は一つしかねえ。俺に解雇を通知することだ。けどよ、その頃には俺だってもう50近くだ。目の前が真っ暗になった。すると主任はな、一緒に工場を辞めて俺の面倒を見てくれるってそう言ってきたんだ。なんだって？どうせ消える運命の仕事だ。俺一人切ったところでそう遠くねえ日に主任自身も切られる。あの人はそう言って笑い、俺と一緒に会社を辞めた。案の定そこはすぐに創業を辞めて潰れたよ。長年勤めた退職金はスズメの涙。俺も主任も家族がなかったのが不幸中の幸いか。それでホームレスに。ああ、ここで寝泊まりするようになったが、きっと俺一人じゃあっという間にのたれ死んでたな。主任は俺よりもずっと頭が良くて、すぐにホームレス暮らしにも適応してったんだ。ホームレス狩りをする連中が来ることもあって、そういう時は先頭に立って抵抗した。やがて周りの連中からも人望を集め、最終的には先代から村長の座を譲られたんだ。ここの村長ってのは代替わりするんですか？ああ、そうなんだよ。ずっと昔から何代も続いている。この場所でホームレスたちを生活させる代わりに、裏社会の住人たちから頼みを聞かされることもある。主任は村長としてここを守ろうとどんなこともやった。人並み外れた責任感があの人の原動力だった。そして一人で重い荷物を背負い続けて、ある時体を壊した。主任は医者に見せようともしなかったが、多分気づいていたはずだ。重い癌だったと。今あなたが村長でいるっていうことは、つまり主任はもう7、8年前のことだよ。ある朝声をかけるとテントの中で死んでいた。心なしか少しほっとしたような死に顔でよ。もしかしたらずっと重くのしかかってた俺というお荷物をようやく背中から下ろせたからかもな。だからあなたは主任からここの村長を引き継いだわけですか？ああ、主任がそばにいる間、俺は責任ってもんを背負わされることがなかった。この年になってようやく少しでも主任の感じていた重みを俺も味わう義務があると思ったんだ。村長、俺はあんたが自分の名前を消してまで身を潜めているいきさつってやつを聞かされてはいねえ。ただあんたは病気を治す気もなく、
春日のやつを助けようと動き続けているんだろ。まるでかつての主任のようによ。そうかもしれませんね。この先の人生に生きる価値を見出せねえというなら、それもあんたの生き方だ。病気だからって医者にかかんなきゃいけねえって法律があるわけでもねえ。けどもしその考えを変えた時には、この場所を頼りにしてくれていい。ここに俺が村長としているうちは、今後もあんたが身を隠せるようにしてやる。俺は主任に頼りきって甘えていた分、あんたのような人を助けることで返したいんだ。今はそのお気持ちだけいただいておきます。すみません。ああそうだな、分かってる。まだやるべきことが山ほど残ってんだよな。けど話せてよかったよ、鈴木さん。長々と昔話を聞かせて悪かったな。悪かっただなんて、感謝しかありませんよ。いらっしゃい、鈴木さん。どうも、お邪魔します。お邪魔だなんて。何か私の顔にゴミでもついてますか？いえ、そういうわけじゃ。失礼しました。ふん。まあ顔のこの傷が嫌でも目に入ってくるでしょう。マスターはいつから横浜にいるんですか？さてどうだったかな。10年よりはもっと前だったかもしれない。長いこといらっしゃるんですね。ところで変なことを聞くようですが、好物の食べ物で真っ先に思いつくのは？ん？なんだろう、真っ先に思いつく食べ物か。冷麺だったりしませんか？いいですね。確かに好きかもしれないな、冷麺は。昔俺の周りにも冷麺の好きな人がいました。その人は俺にとって兄貴みたいな存在だったんです。雰囲気がマスターによく似ていて、それでもしかしたらと思ったんですが。すいません、くだらねえ話を。お気になさらず。うちの店の中じゃくだらない話こそが主役なんですから。そう言ってもらえると気が楽になります。鈴木さんは随分とご苦労を重ねてきたようですね。私もこの商売は長いもんで、人を見る目はあるつもりです。じゃあ俺はマスターの目からはどういうやつに見えてるんでしょうか？強いがゆえに人に助けを求められない。弱さがあっても人に気づいてもらえない。一言で言えばこんな感じになるかな。なるほど。冗談ですよ。今のはある程度年齢のいった男性には大抵当てはまる。特に見た目がこわもての人は十中八九そうでしょう。それで言ったらマスターもそうですね。へえ。実は私もこの店の前は
人に弱みを見せられない業界で長いこと生きていましたから。え？おっと今のは忘れてください。わかりました。ともかく若い頃は強い自分でいようと気負わなくては生き残れなかった。そういう人生を長く生きてきた。あなたもでしょう、鈴木さん。マスターは今はそうじゃなくなったと。多かれ少なかれ人に助けられています。逆に私でさえ誰かの助けになっていることもあるのかな。そうやってこの町に根を張って暮らしてきた。どこかに自分に居場所があるというのはそういう生き方であると私は思う。羨ましいお考えです。あなたは多くの人間のために戦って守ってそして傷つき失ってきた。そういう人こそ最後には幸せになってもらわないと。私は世の中を不公平と感じてしまう。俺は幸せには見えませんか。何もかも手に入れて満ち足りることが幸せなら、あなたは幸せではないんだろう。世に出ることを拒否され、愛する者と隔離され、ついには自分の名前を名乗ることも許されてない。しかしあなたのそばには今、助けを求めれば手を差し伸べてくれる仲間がいる。そこに彼らがいるのは、あなたのこれまでの生き様が間違っていなかったからだ。ちょっとどうしたんだろう、あの二人こっち見てるよ。珍しくマスターの口数が多いな。一体何を話しているのやら。人に弱みをさらせとは言わないが、もう少し仲間に頼ってみてはどうでしょう。そのあたりもそろそろ学んでいい頃合いだぜ。おめえもぼちぼちもういい年なんだからよ。やっぱりよく似ていますよ、マスターは。俺が昔兄貴と慕っていた人に。もしいつかあなたがご自分の名前を取り戻す日が来たら、またこの店に来てください。その時はお互い隠し事なしで腹を割って話しましょう。最高にいい酒を用意して待っています。もちろん私のおごりで。この酒も十分うまいっすよ。ごちそうさまでした。話せてよかったです、マスター。これがこの町での私の役割ですから、またいつでもどうぞ。ありがとうございます。じゃあ。この店の名前はサバイバー。我ながらいいネーミングだったな。おお、来たな、桐生。いいか、これからまた場所を変えるぜ。もう準備はできてるんだよな。ああ、準備はできてる。よし、じゃあ行くか。お前、佐山とはいつぶりだ。俺が沖縄に移住して以来だな。だから、15年ぶりじゃ済まないか。佐山薫。出会ったのは確か2006年。
もう17年前になるか。当時は府警の捜査四課、泣く子も黙る丸坊のエースだった。俺たちは東城会に関わるある事件をきっかけに出会った。そしての爆弾のカウントダウンが響く中、最後の一瞬を共にしようと決めた女だ。15年か、そんなになるか。そこまでじゃねえが、俺も会うのは久方ぶりだ。仕事でこっち来たから、お話でも聞かせてくれませんかってお誘いでな。これでも俺結構尊敬されてんだぜ。急になんだよ。自慢する相手がいなくてよ。15年以上ぶりとはいえ狭山だからな。遠目からでもお前に気づかないとも限らねえ。注意しろよ。どうだかな、すっかり忘れちまってるんじゃねえのか。バーカ。ほれこれ使え。捜査の時に使う無線イヤホンとマイクだ。特別に貸してやる。これで会話が拾えるし、そっちから何か言ってくれれば俺に聞こえる。さあ行こうぜ。相変わらず忙しそうだな。こっちにはいつまでいるんだ。あさってにはもう。民生さんは元気にしてるのか。ええ、ママったらまだ毎晩お店に立ってて、私より元気かも。いいじゃねえか、今のうちに親孝行しとけ。ですね。それにしてもずいぶんご無沙汰してました。6、7年ぶりですよね。カズマの訃報を連絡いただいたのが多分最後。ああ、あの時は驚かせちまって悪かったな。いえ、遅かれ早かれ耳に入ったでしょうから。あの人警察じゃ超のつく有名人だし。まあ大事件には必ずと言っていいほど名前が出てくるからな。そっちにもいるか、キリュウカズマ、クロマグロンジャ。います、います。キリュウカズマはまだ生きていて、今も影から社会をコントロールしているなんて人までいますよ。そんなことを警察官が言ってるんですよ。バカみたい。まあそれだけ存在感が強烈だった。直接関わってない奴ほどあいつを伝説化しちまうのも無理はねえ。ですね。でもあの人が死んだっていうのは私もまだ実感ないんです。あんなタフな人逆にどうやったら死ぬのって、そんな場面ばっかり見てきたから。そうだな、あいつのしぶとさは全く筋金入りだ。本当に。まだまだ仕事一筋か。ええ。少年課に異動したんだってな。聞いた時は驚いた。ですよね。どんなキャリアパスなのって。志願してのことなんだよな。何か理由があるのか。はい。実は大解散がきっかけなんです。大解散が。はい、大解散の後、堂島大吾たちが関西で警備会社を立ち上げましたよね。元坊たちの受け皿を作るために。ああ、カズマが生きてたら多分彼らに手を貸してたんじゃないかなって思ったんです。あの人は
古いヤクザの象徴みたいなものだから。ヤクザの後始末にきっと強い責任感を感じていたんじゃないかって。彼らが後始末をするなら、私が警察官としてやれることは予防なんじゃないか、ふとそう思ったんです。若い奴らがヤクザや半グレに落ちないようにする予防だな。それで少年課か。はい、思っていた以上に大変ですけど、やりがいありますよ。それがお前なりの桐生とのつながり方なんだな。かっこつけて言うとそういうことですね。だから今は警察官としての新しい夢を追いかけてる最中なんです。だからそっちに全力で行きたいっていう気持ちなんですけど、どこかでまだあの人を待ってるのかも。一途でいい女だと思いません？あのな、佐山、実は。いいんだ、伊達さん。うん、いいんだ。あ、どうしたんですか？いや、まったくだ。ほんと、あいつにはもったいねえ。ありがとうな、伊達さん。俺は思ったよりも過保問だったらしい。まったくだ、この色男が。佐山には本当に伝えなくてよかったのか？ああ、何にせよあいつが警察官としての夢を追う以上、俺はいない方がいい。東条会四代目の辛いところか。けどよ、桐生。ん？何度でも言うぜ、お前はもっと自分勝手に生きていい。惚れた女ならがむしゃらにしがみついていいんだ。見てるこっちがやきもきしやがる。離婚経験者の言うことは説得力が違うな。お前、そういうことを言うか？悪い、冗談だ。ありがとうな、伊達さん。容赦ねえな。でもいい傾向だ。そうそう、そうやって好き勝手やってけ。お前にはそれを受け止めてくれる奴らが大勢いるんだ。それを忘れんなよ。ああ。もしもし。伊達だ、桐生。手が空いたらまたハーバーライトに来てくれるか？ああ、分かった。そうするよ。チラシ寿司バー銀車輪。こんな店あったかな。へえ、らっしゃいらっしゃい。食いねえ食いねえ、寿司食いねえ。この声はてやんで、寿司食いねえ、ごちゃんです、どすこい。何やってんだあいつ。お客さん、まずい。今週初めてのお客さんだ。どうぞどうぞ。鈴木です。桐生さんじゃないですか。もう急にいなくなったから、どこかでのたれ死んでるのかと思いましたよ。まさかこんなとこで再会できるとは。っていうか、どうしてこの店が分かったんですか？あ、いや、
小雪に聞いてな。なるほど。さあどうぞどうぞ。食いねえ食いねえ寿司食いねえ、お邪魔します。本当にお久しぶりです桐生さん。15、6年ぶりですかね。もうそんなになるか。時の流れは早いな。伝説のキャバ嬢がチラシ寿司屋になってるくらいだからな。びっくりしましたか。さすがに驚いた。どうしてまたチラシ寿司屋を。いや、小さくてもいいから自分で飲食店を開きたいなってずっと思っていたんですよね。でも私、得意料理ってチラシ寿司ぐらいなので。どうせなら自分の得意なフィールドで勝負した方がいいって言いますし、だからね。なるほどな。いいんじゃねえか。自分で一生懸命稼いだ金で夢を叶えたわけだ。すごいじゃねえか。で、店はどうなんだ。儲かってんのか。それが全然。チラシ寿司の味には自信があるんですけどね。チラシ寿司とお酒が合わないのかな。どうだろうな。だが、お前伝説のキャバ嬢だったんだろう。当時の客とかを呼べばいくらでも流行るんじゃないのか。いや、それも手としてはわかるんですけどね。なんか主義じゃないと言いますか、違うなと。だって私目当てのお客さんで店が埋まったらチラシ寿司がかわいそうじゃないですか。ママが作るものなら何でもいいよみたいな感じで店を繁盛させるのは、チラシ寿司屋というフィールドで戦う以上違う気がするんですよね。スナックとかそういう接客主体のお店ならわかるんですけどね。私の店はあくまで主役はチラシ寿司なので、人脈じゃなくチラシ寿司の力で流行らせたいんです。なるほどな。雪らしいな。そうですか。ああ、天然で抜けているように見えて、実はきちんとポリシーや熱意を持っていて流されない。お前らしい考えだと思うぜ。フォー社員だって10年以上もトップをキープするには時代の流れに乗ることもそうだが、乗らずに流されないことも大事だったはずだ。それができたからナンバーワンで居続けられた。ユキには経営者に必要なそういう軸があるのさ。多分な。そうですか。ぐその怪しい笑い方も相変わらずだな。まあでも結果として全然流行ってないのは事実ですからね。毎日暇で暇でしょうがないですよ。小雪は、雪さんは毎日忙しくて大変みたいですよとか言ってたぞ。あいつに嘘ついてんのか。だって新たな挑戦をしてくるわとか短歌切って出て行ったのに、めちゃくちゃ暇してるなんてかっこつかないじゃないですか。変に心配かけてもあれだし、客がいないなんて言ったら小雪ちゃん毎日通ってくれちゃいそうだし。まあ確かにな。小雪は雪のことが大好きだからな。今も昔もそこは変わってなかったぜ。嬉しいな。こうやって新しいことにトライできるのも小雪ちゃんっていう信頼できる後輩がいたからですからね。感謝してます。でも小雪ちゃんは頑張り屋さんだから、頑張りすぎて倒れないかそれだけ心配ですけどね。ああ、それなんだが、なんだか今大変そうだったぞ。え？そろそろオープン初日を迎えるらしいんだが、
他の嫌がらせもあって人手が足りていないらしい。小雪が一人で奮闘してるみたいだが、新店舗はそこそこ広さもある。客が押し寄せる初日をうまくさばけるか、少し心配だな。あいつ自身も体調があまり良くないみたいだし。そうなんですか？言ってくれればいくらでも手伝うのに。あいつはあいつで心配かけたくないんだろう。それにユキさんは忙しいから足を引っ張らないようにしたいんだと。マジで本当に全然忙しくないのに。私が見え張ったせいですね。悪いことしちゃったな。桐生さん、私小雪ちゃんを助けに行ったらダメですかね？うざがられますかね？小雪が助けに来たお前をうざいと思う子かどうか、その答えを一番よく知っているのはお前だと思うぜ。桐生さん、そうですね、ありがとうございます。水臭いのはなし。困った時にはいつでも助けに行く。だって小雪ちゃんは私の大事な仲間ですもん。私準備して神室町に行ってみます。桐生さんもよかったら放射院の初日顔出してくださいね。わかった。よし、久々におばさん頑張っちゃうぞ。よう、ユキ。あ、キリュウさん、初めて見ました、フォーシャイン東京。本当にフォーシャインが東京に進出するんですね。潰れそうになっていた自利品の弱小キャバクラがここまで来たと思うと感慨深いです。お前は関東進出には反対だったんだろう？うん、反対じゃないですよ。ただ勇気がなかっただけ。フォーシャインという大切な場所をもし失敗して失ってしまったらどうしようって、それでできなかっただけ。だから小雪ちゃんはすごいですよ。ちゃんとリスクを背負って勇気を持って踏み出した。結果はどうなったとしても彼女の一歩は尊いです。そうだな。やあ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 、この前はよくもやってくれたな。誰です？お友達ですか？そう見えるか。オープン初日は店の未来を占う最重要日、その門出をぶち壊しにやってきたぜ。ユキ、下がった。こいつらに東京の厳しさ今度こそ教えてやるぞ。行け！調子に乗るなよ。楽しませてもらうよ。やるか。やっぱりダメだった。さて、軒先の掃除は済んだな。店内の様子を見に行こう、ユキ。はい。こんにちは。すみません、まだ開店前で。って、ゆきさん。やっほー、小雪ちゃん、なんか大変だって聞いたから手伝いに来たよ。もし邪魔じゃなければだけど。邪魔だなんてそんなわけないじゃないですか。でもお店が忙しいんじゃないですか？ああ、それなんだけどね、めちゃくちゃ忙しくないの、見え張ってただけ。すまんすまん。あ、本当なんですか？ああ、本当だ。本当に暇そうだったぞ。耳が痛い。ユキさん、どうした？会いたかったです、ユキさん。ユキさんがいないと私やっぱり寂しくて。
小雪ちゃん、私も会いたかったよ。よく頑張ったね。さて、そろそろ開店だろ。準備をしないといけないんじゃないのか。そうでした。ゆきさん、お手伝いお願いできますか。もちろん。じゃあ久々にキャバ嬢モードに変身しちゃいますかね。うわー、超楽しみです。さささ、こちらへ。ちょっと待っててくださいね、キリュウさん。ああ、お待たせしました。どうですかね。綺麗だ。本当に素敵です。ユキさんがいれば百人力です。でも今日はオープン初日でしょ。回すにはエース級がもう一人くらい欲しいところね。誰かいますかね。エース級キャバ嬢か。一人心当たりか。え、本当ですか。お願いします、紹介してください。わかった、聞いてやるよ。何かと思ったら、まさか桐生さんにキャバクラに呼び出されるとはね。このお方は。ああ、俺の仲間でサイコっていう、横浜でキャバのママをやってる。小雪です。サイコさん、わざわざお呼び立てしてしまい申し訳ありません。雪です。桐生さんとは昔からの知り合いで。雪、小雪、もしかして蒼天堀ナンバーワン店舗フォーシャインの伝説のキャバ嬢、ユキさんと小雪さんですか。え、あ、はい、まあ。あ、すごい、本物。ユキさんの出したキャバ経営の本めちゃくちゃ読みました。それはどうも。お前、いつの間にそんなの出してたんだ。いや、成り行きで、若気の至りです。でもこんな風に読んでくださる方がいたなんて嬉しいです。あの、サエコさん、私たちオープン初日なんですけど、諸事情で人手が足りなくて。申し訳ないんですが、お手伝いいただけませんか。お礼はさせていただきますので。もちろん、私でよければ勉強させていただきます。ユキさん、小雪さんと一緒に店回せるなんて光栄です。やった、ありがとうございます。これでなんとかキャストは足りそうか。はい、キリュウさんのおかげです。でも、もう一つだけ足りないポストがありまして。まだ足りないポスト。まさかいやー、やっぱりキリュウさんは黒服が似合いますね。懐かしいな、この感じ。あの頃を思い出しますね。素敵ですよ、キリュウさん。すみません、男性スタッフも足りてなくて。今日はよろしくお願いしますね。っていうか、キリュウさん、フォーシャインの黒服もやってたんですか。なんで。これだけ長く生きてるといろいろあるんだよ。まあ仕方ない、乗りかかった船だ。どうせやるなら派手に出航するとしよう。はい、そろそろオープンの時間です。よし、行くぞ。フォーシャイン東京、オープンだ。
終わりましたね。大盛況だったわね。さすが関西の名門フォーシャイン。みんなお疲れ。よく頑張ったな。桐生さんもお疲れ様でした。ユキさんもサエコさんも本当にありがとう。今日を乗り切れたのは皆さんのおかげです。私、ユキさんからオーナーを引き継いで、オーナーが変わったからフォーシャインはダメになったとか言われたくなくて、だから焦って関東進出をしたり、結構無理をしてしまったのかもしれません。なんか巻き込んでしまって申し訳ないです。私ももっとユキさんみたいにうまくできればいいんですけど、力不足でごめんなさい。小雪。何言ってるの小雪ちゃん。あなたは私がひよったことにも勇気を持ってトライしたのよ。それはとっても素晴らしいこと。私にはできないことだわ。確かに私にできて、あなたにできないこともまだまだあるのかもしれない。でも私にできなくて、あなたならできることも星の数ほどあるはずよ。だから小雪ちゃんは小雪ちゃんらしく、あなたにできることを精一杯やればいい。私の真似なんかしなくてもいいの。そんなことしなくてもあなたは魅力的だし、実力もある。私が保証するわ。だから自信を持って自分の好き勝手輝きなさいね。ユキさん。ユキさん。おっと。素敵な人ね。伝説のキャバ嬢と言われるのも納得だわ。ああ、俺もそう思う。皆さん、今日は本当にありがとうございました。これからうまくやっていけそうか？はい。桐生さんのおかげで嫌がらせもなくなりそうですし、一生懸命大好きな放射員のために私なりに頑張っていきます。もしよかったらまた遊びに来てくださいね。サエコさんも喜んで。小雪ちゃんファイト。なんだか負けてられないな。私もお店頑張らなくちゃ。そういえばユキさんのお店って何なんですか？ずっと教えてくれなかったですけど。ああ、まだ知らなかったのか。チラシ寿司屋だ。え？チラシ寿司屋？なんでまた？まあいいじゃないの。長く生きてるといろいろあるのよ。今のところ全然全くマジで流行ってないから、フォーシャインを見習って頑張るわ。ユキさんのお店が流行ってないなんて私許せません。私が毎日通いますよ。朝昼晩一日三食チラシ寿司にします。やっぱりそう言うと思った。いいからいいから、それより自分のお店頑張ってね。はい。じゃあお別れだ。元気でな。あ、どうした？どうせですから最後にあれやりません？あれ、はあ、あれか。いいですね、やりましょう。サエコさんも一緒にね。あれ、ああ、ユキさんの本に掲載されてた写真のあれですね。仕方ね、最後だしな。やろ。よし、じゃあ行きますよ。皆さんの今後のご多幸を祈って。1 2 3 4 フォーシャイン。
おう、来たな、キリュウ。今回はちょっとした報告があってな。少しかかるが、時間は大丈夫か？ああ、大丈夫だ。報告ってのは他でもね、秋山のことなんだ。秋山？何かあいつの近況が分かったのか？ああ、どうやらいつの間にか日本を出てたらしい。ちょうど東条会と近江連合が大解散した頃だ。だから4年くらい前になるか。秋山のやつ、それっきり。ああ、俺も使えるツテは全部使って探してみたが、未だに音信不通だ。で、こいつは噂レベルの情報だが、秋山はシンガポールで何度か目撃されてる。あの国は方々から投資が活発だし、あいつみたいな男には居心地がいいんだろう。そんな長いことを留守にしてるんじゃ、もうカムロ町に戻る気はなさそうか？あいつはずっとお前が生きてるはずだって俺と会うたびに疑ってきてたよ。俺が一枚噛んでいることも察していた。何度もとぼけているうちにいい加減愛想をつかしてったかな。先に秋山と距離を置いたのは俺らの方さ。大道寺との約束ってな、そういうことだ。そうだな、分かってる。俺があいつに文句を言えるわけもね。達者らしいって分かっただけで御の字だよ。もともとあいつに会うのは危険だと思ってたんだ。ヘラヘラしてるようで鼻が利きすぎるからな。いつもみたいにニアミス狙ってお前を引き合わせたら、きっとすぐに見抜かれてた。そうなるといよいよ大道寺も黙ってねえだろう。なるほどな。そろそろ潮時ってわけだ。もう十分やってくれたよ、伊達さんは。太一や和樹、雄也たち、まさかの狭山とも会うことができた。またそういうつもりで呼び出したんじゃねえ。逆だ。ここまで来たんだからもう一歩踏み込まねえか。ん？どういう意味だ？ぶっちゃけた話、大道寺はもうお前が誰に会おうが問題ないと思ってる。俺はそう見てるがどうだ。実際一歩からクレームは来てねえんだよな。まあな。それって一派が俺らの動きに気づいてねえか、もしくは気づいた上で目をつぶってくれているかだ。だったらよ、最後にお前が一番会いたい相手に思い切って会っちまおう。もちろんそれは遥かだよな。自分が死人になって世間との関係を断ち切る、お前から大道寺に言い出した約束だ。それを自分から破るってのは、まあなんていうか褒められたもんじゃねえ。でもよ。待った、伊達さん。ん？なんだよ。この店、いつからこんなに静かだった？外からも全然人の声が聞こえてこねえ。もしかして大道寺一派か？いや、見たことねえ連中だ。だが少なくとも一緒に仲良く飲もうってことじゃないらしい。どうした？こっちはいつでも構わねえぞ。来い！何者なんだこいつら？ただのチンピラじゃなさそうだったぜ。全員プロの動きだ。
まだ終わってなかったか。ん？お前。そこに倒れている連中はハンピン・リューマンの中でも白面と呼ばれてます。金さえ払えば誰にでも雇われるし、ありとあらゆる暴力を受け負ってくれる。なんでお前がここにいるんだ、秋山。この人数の白面に襲われて無事に切り抜けるなんて、そうそうでいいことじゃありません。そしてさっきの戦いぶりを見れば間違いない。もうおとぼけはなしに願いますよ、キリュウさん。久々だってのに冷たいもんだ。口も聞いてくれないんですか。お前がこいつらに俺たちを襲わせたんだ。ええ。今まで伊達さんには何度聞いても、キリュウさんは死んだの一点張りでしたからね。こうやって現場を抑えないと、またとぼけられちゃうでしょ。だからってお前。じゃあ聞けば素直にキリュウさんのことを教えてくれてました。あ、いやそれは。ほらね、またこれだ。秋山、お前何を。人をバカにしすぎでしょうが。あんたら二人して。あんたが簡単に死ぬ玉じゃないってな、俺にしてみれば分かりきったことです。案の定、大阪で東条会と近江連合が解散した時は、死んだはずの桐生一馬が出てきたって聞きました。きっとも何かしらほとぼりが冷めたんだと思いましたよ。ところがまたそれっきり音沙汰なしです。桐生一馬の復活は都市伝説じみた噂でしかなくなった。俺にも何一つ連絡なし。極道じゃないから部外者ってわけですかね。だったらどうして今日はここに。どうやってこの場所が分かったんだ。神室町にいる友人に頼んで、ずっと伊達さんに変わった様子がないか見てもらっていました。伊達さんならきっといつか桐生さんと接触すると信じてね。そして先日、伊達さんが頻繁に偉人町の特定の店に出入りしてると聞かされました。あとは日本に帰国して最善を尽くした結果、ようやく今俺はこの場所に立っている。次はそろそろそちらが説明をする番じゃありません。なんで俺が死人にならなきゃいけなかったのか、そのことについてか。納得のいく説明をお願いします。この森を呼んでシラを切るのはなしですよ。なあ、もういいだろ、キリュウ。俺はまた秋山に殴られるのはごめんだぞ。まだ謝りませんよ、俺は。もう一発行きたかったのをなんとか抑えてんです。よせよ、冗談じゃねえ。わかったよ、全部話す。どうやら俺たちの負けだ、秋山。なるほど、そうでしたか。じゃあ桐生さんは遥ちゃんや春人君を守るために大道寺一派と密約を。ああ、俺は自分を死んだことにして、一切の口をつぐむと誠意を見せなきゃならなかった。伊達さんはその約束の場に居合わせてな、証人になってもらったんだ。ずっとお前に事情を話せなかったのは俺のせいだ。責めるなら俺を責めてくれ。責められるわけないでしょう。今度は病気でもう長くないって言うんだから。悪いな。この話をするとみんな文句も言わずにいたわってくれるんだ。やれやれ、やっぱり分かっててやってるんですね。お前こそずっとどうしてたんだよ、秋山。俺に挨拶もなく長いこと神室町を挙げてたろ。ご存知かどうか、俺は女の子に惚れっぽくて、その子を追っかけて気がついたら遠い異国の地です。おかげさまでのんきに羽を伸ばしてましたよ。
皆さんがご苦労してるとこ申し訳なかったですね。へえ。けど俺が調べさせたところによると、お前が出国したのは東条会の解散直後だ。あの頃町の浄化を謳った都知事の参詣作戦もあって、組織の後ろ盾がない人間は居場所をなくしてった。となるとお前も警察とかに目つけられて大変だった口じゃねえのか。そう思ってたなら少しは助けてくれてもよかったんじゃありません。俺の扱う金はグレーゾーンの部分も多いもんでしたね。それを守るために世界中に分散させる必要もあった。で行き着いた先がシンガポールか。さてシンガポール、誰がそんなこと言ってるんです。え、違うのか。違いますね。だからって本当のことも教えませんけど。なるほど。こっちが秘密を持ったせいで秋山も心を開いてくれなくなった。そんなケチなことは言わねえよな。ケチで結構。俺は金貸しなんですよ。さっきなんか金で雇ったハンピン・リューマンを差し向けてきた。そういや孫妃にクレーム入れとかなきゃな。仕事はちゃんと、襲う相手を確かめてから受けろってな。まあとにかくあんたたちにも秘密の事情があって致し方なかったのは分かりましたよ。けどそれでも俺らの中でしょ。一緒に何度も極道を敵に回して危険をくぐり抜けてきた。挙句のけものにされてムカついてないかと言われれば答えはノーですね。もう俺らのことは責めないんじゃなかったのか。だってこっちから頼んだわけでもないのに勝手に重い十字架をずっと背負ってたなんて、水臭いにも程がある。わかりましたよ。もう責めませんよ。その代わりまた近くで見届けさせてもらいます。うん。発端は大道寺の任務だったとはいえ、キリュウさん、またでかい山を踏んでるんでしょ。そんな話を聞いて知らん顔はできません。気持ちはありがてえが、そうなるといよいよ大道寺との約束は形だけになっちまう。そもそもその約束ってもう一生日の目を見ずに過ごさなきゃいけないんですよね。他にやりようがなかったんですか。あったかもな。だがあの時は状況が切羽詰まっていた。俺は死人になって生きたことないんで分かりませんけど、その孤独や寂しさは察するにあまりあります。はるかちゃんやハルト君とも二度と会えないんですよね。そのつもりだ。いや、おい桐生、それについてはさっきも話したろ。もしお前が直接はるかたちに会っても大道寺一派は見逃してくれるかもしれねえ。一目でもいいんだ。約束を守るのは確かに立派だが、いいのか。お前に残された時間はもう。分かってる。だからこそだ。あ？今の俺とハルカたちがあってどうなる。どの道そう遠くねえ日に俺は死ぬ。あいつらにしてみりゃ二度死なれるようなもんだ。どっちにとってもいいことはね。それはどうなんですかね。ん？俺は今日会えてよかったと感じてますよ。ずっと胸に仕えてたもんが溶けて消えました。少なくとも会わなきゃよかったなんてことは断じてありません。あんたさ、キリュウさん、俺の人生を変える、どん底まで落ちた俺にチャンスを与えてくれた。もちろんあんたは意図してたわけじゃない。そして何の記録もなくしてた俺は、同じ町でどんな敵を前にしても戦う一人の男の存在を知った。だからそうですよ桐生さん、あんたは俺にチャンスだけじゃなく生きるための勇気もくれたんです。そんなあんただから俺はこうやってわざわざ見つけ出した。特別な存在なんですよ俺にとっては。そしてきっと遥ちゃんにとってもね。
よしてくれ秋山。俺はそんな大層なもんじゃねえ。そうなんですか。もしかしたら遥たちに会えば死ぬのが怖くなる、そう思ってるだけの臆病者かもしんないぞ。キリュウ、お前あの堂島の竜にも怖いものがあるんだとしたらそれはそれで勇気づけられます。たくああ言えばこういう器用な野郎だぜお褒めいただき光栄です。心の準備をしておくんだな、キリュウ。この次はゲストとしてハルカを連れてくる。もしかしたらハルとも一緒にな。本気なのか。出なきゃこんなこと口にできるか見直しましたよ、伊達さん。俺にできることがあれば言ってください。そうかい。じゃあとにかくこれで仲直りの乾杯でいこう。いいですね、そうこなくちゃ。まあとりあえずな。もしもし。伊達だ、キリュウ。大事な話がある。今時間作れるか。準備ができているならすぐに来てほしい場所がある。どうだ。ああ大丈夫だ。よかった、ドンピシャのタイミングだ。じゃあこれからセレナに来てもらう。セレナ、カムロ町まで来いってことか。じきにそこへ秋山がゲストを連れて行く。俺がお前に会わせたい最後のゲストだ。誰かわかるな。本当にハルカなのか。ハルとも一緒だ。沖縄から出てきてもらった。まだお前が生きているとは伝えてないが、あいつらもきっと喜ぶ。お前以上にな。伊達さん、あんたいつからそのつもりだった。ん？あんたの目的はずっと最終的に俺とハルカを合わせることだったんじゃねえのか。だがこいつは誰がどう見ても大道寺との約束を破ることになる。苦情があるなら後で聞く。とにかく今は後先なんか考えずセレナに行け。これが最後のチャンスだ。行かずに後悔するより行って後悔しろ。いいな、必ず行くんだぞ。これが最後のチャンスだ。行かずに後悔するより行って後悔しろ。いいな、必ず行くんだぞ。もしおじさんに会えたらどうするですか。なんでそんなことを聞くんです。
秋山さん、どういうことなんですか？今日は伊達さんと集まるだけじゃ。例えばの話だよ。俺はずっと言ってたよね。あの桐生さんが死んだなんて全然信じられないって。だから、もし桐生さんが生きていたら、きっと今日みたいな日にフラッと現れるのかも。はるかちゃんとハルト君がカムロ町に来ているこんなタイミングだね。もしかして来るんですか？おじさんがここに。そうだよって言ったらどうする？また元の質問に戻っちゃうけど、もしもおじさんがここに来るなら、生きてまた会えるなら嬉しい。でも嬉しいけど、私はきっと自分たちの弱さを思い知らされる気がする。え？私や朝顔にいた子供たちは、おじさんが死んだと言われてからもう何年も経ちます。おじさんがもし万が一生きているにしろ、天国にいるにしろ、おじさんに見られて恥ずかしくないように支え合ってきました。中にはもう自分の力でお金を稼いで立派にやってる子もいます。みんないつもおじさんの強さに憧れて、くじけそうな時にも歯を食いしばってきました。だからおじさんに会いたいって気持ちを、私は簡単に口にすることができません。多分この先もずっと。そんな、はるかちゃん。強くなったんだな、はるか。さすが、弓の娘だ。大道寺一派か。ずっと監視の目は光らせていましたよ。花輪は死んでも我々は健在です。あなたの余命がわずかであることから、我々もつい手綱を緩めすぎてしまった。何をしても見逃してもらえると勘違いさせてしまったように思いますよ。何が言いて？あなたのお友達伊達刑事のことでお話が。約束を破ればペナルティがつく。ただそれだけの簡単な話を彼が理解してくれないんです。全く困りました。ですからあなたからちゃんと諭していただけませんか？そうすれば今回のことは全て水に流しますよ。お前ら伊達さんに何をした？彼のところへご案内しましょう。伊達さん！おい、大丈夫か？伊達さん！桐生一馬の名を葬る代わりに、大道寺一派はあなたやあなたの近辺の脅威にならない。伊達刑事もその約束を交わす場に立ち会った人間です。ペナルティを受けるのは覚悟の上だったでしょう。桐生、お前なんだ？伊達さん、いや、どうだった？はるかには会えたのか？よかったですね、伊達さん。桐生さんがもし沢村はるかと会っていたなら、この程度では済まなかった。
今頃あなた東京湾で魚の餌になっていましたよ。お前会わなかったのか。なんで。あいつはもう自分の足で立っていた。俺の出る幕じゃねえ。それが分かっただけで十分だ。あんたのおかげだよ、伊達さん。ありがとな。いくら感謝しても足りねえ。キリュウ。敵は俺が取らせてもらう。頭を冷やしていただきましょうか。先に約束を破ったのはあなた方です。我々にそんな目を向けるのはお門違いですね。伊達さんは言っていましたよ。あなたの命は残りわずか。だから最後くらい好きにさせてやってくれと。最愛の人と一言別れの挨拶をするだけだと。笑わせてくれますよね。あなたはもう桐生一馬ではない。これまでの人生は抹消された。約束は約束です。さあ、あなたの口で改めて言ってください。桐生一馬はもう死んだとね。それが我々と交わした約束のはずだ。あんたは随分組織の意向に忠実らしいな。同情する。どういう意味だ。俺はハワイからずっと大道寺の任務で動いていて、そいつはまだ完了していない。だから当然あんたに俺を殺す許可は出ていないだろ。俺を止めるには殺す覚悟がいるもんな。おい、今のが俺を殺せる最後のチャンスだ。組織のことを考えて一瞬判断が遅れたせいだ。お前らこれから俺のダチ以上に痛い目を見る。だから同情すると言ったんだ。あんたは取り返しのつかないことをしてるぞ。とんでもない間違いをしでかした。終わりだ、キリュウ。生きてるな、伊達さん。重病人のお前より先に死ねねえさ。すまねえ。あんたをこんな目に遭わせたのは全部俺のせいだ。こうなることも予想はできたはずなのに、あんたに甘いちまって遥にも会おうとした。相手が誰だろうと自分から言い出した約束を破った。そのつけをあんたが払わされたんだ。何度も言ってる。俺が好きでやったことだ。来るな。俺を殺しても組織には隠しきれんぞ。安心しろ。殺しなんてしねえよ。今回の件は全て俺に非がある。お前らのミスは俺じゃない奴に資料を吹かせたことだ。それさえなきゃ俺は何をされても文句なかった。そんなたわごとで自分を正当化できるとでも。いや、だがあいにく誤って責任を取ろうにも
にはもう何もない。できることはせいぜい約束をし直すことだけだ。俺はもう二度と遥や他の友人たちに会おうとすることも連絡を取ることもない。清流会やパレカナの件が片付いたら春日たちの前からも姿を消す。そう誓うよ。ああ、伊達さんと会うことももうない。キリュウ、今度あんたが大道寺を軽んじれば真っ先に伊達刑事が死ぬことになる。そう肝に銘じておけ。我々はそれを伝えに来た。まったくそんな役回りだったよ。ああご苦労なこった。手当てできるところまで送らせてもらうよ。だがあんたともこれで最後になる。この年になってまだこんな目に遭うなんてな。ああもう無理はすんなよ伊達さん。せめてお前が遥と別れを済ませてたんなら痛い目見た甲斐もあったんだがな。本当にいいんだ。実際俺の気分は晴れ晴れとしているよ。子供を育てるのは独り立ちさせるためだ。遥や朝顔の子供たちはもう十分強い。俺から教えられることはこれ以上何もねえし、そいつを見透かされる前に消えるのがいいんだ。潮時だったんだよ。俺が広島で死んだとされたあの時がな。そういやな、さっきセレナにいる遥と秋山には連絡したんだ。俺は交通事故に遭ったから遅れるってな。交通事故か。確かにその面じゃ他に説明がつかねえ。驚いてたよ。特に秋山はお前が来ねえと察して後で俺にいろいろ聞いてくるだろう。俺が詫びてたってそう伝えといてくれ。そいつはお前の口から聞きたがるはずだ。絶対また拗ねるぜあいつ。ああ目に浮かぶな。もう行くよ。そうか。気分が晴れ晴れしてるって言ったよな。もうこの世には何の未練もなくなったってか。だったら俺はそんなつもりじゃなかった。どんな病気だろうがお前は受け入れすぎてるよ。悟ったような顔して死ぬことを怖がってねえ。けどな、最初から勝てねえと決めてかかるのはだま俺の知ってるお前じゃない。勝ち目のない戦いでも前に進み続けるのが堂島の理由じゃねえか。病気と戦って勝つ確率は何パーセントだ。ゼロよりはほんの少しでも高いはずだぜ。そうだな、確かにそうだ。この何日かで昔のお前を知る連中と何人も会った。みんな
お前の戦う背中を目に焼き付けてたろ。人生の辛い時もそいつを思い出すことで自分を奮い立たせてたんだよ。彼らはこの先もきっと上りのきつい坂道を前に足を動かすことをためらう場面が来る。そんな時にもし桐生一馬が死という壁にさえ立ち向かったと聞いたら、きっと勇気をもらえるはずだ。お前にはそうやって周りを励ます力がある。いや、戦いを続けるのは今までずっと強さを示してきた者の義務じゃねえのか。俺はそこまで言われるほど強くねえよ。だってさ、あんた俺を買いかぶりすぎだ。そんな弱々しい声出したって無駄だ。俺はお前を一番長いこと間近で見てきた。お前が波の男だと思ってたらこんな無茶言わずにそっとメイドに見送ってやるとこだったよ。だけどな、お前のことをそうやすやすとは諦められねえ。なんせ俺にとっちゃお前は人生で一番の親友だ。ありがとな。あんたが今くれた言葉、今日まで俺にしてくれたこと全部心から感謝する。確かに俺はもっとあがいていいのかもな。もう少し生き続けていいのかもしんねえ。だが自分の名前すら名乗れねえ妖精だ。そんなもんのために戦う価値があるのか。生きてさえいれば絶対に希望はある。何が起きるかわからねえ世の中だ。お前が諦めない限り桐生一馬は戻ってこられるよ。要は意志の問題だ。いつかあんたのその思いに応えられたらいいな。本当にそう思ってる。今はそれで十分だ。まだお前にはやるべきことがあるんだろう。うん。春日一番に力を貸している。ってあいつも手のかかる男だからな。アバよ、達者でな、伊達さん。ああ、アバよ、桐生一馬。俺の親友。準備はできているのか。カムロ町までは我々が送り届けよう。そうか。アカネさんとラニのこと頼めるな。もともとそれが任務だ。それにお前たちのこれまでを無駄にするつもりはない。安心していけ。大道寺一派はいつからこんな人情的になったんだ。さっさと車に乗れ。行き先は決戦の地だ。
さあ、本丸突入だな。ええ、さっさと片付けましょう。お店、これ以上ほったらかしにできないし。そうだな、私も仕事が山積みだ。いいね、余裕じゃないのみんな。ん？あれ？キリュウさんは緊張してる？うん。お前たち、本当にいいのか？え？ヘビナとのけじめをつけるのは俺の都合だ。お前たちがわざわざ命張る必要はねえ。ちょっとさ、まだそういうこと言う？ほんと、ちょっとショックなんだけど。キリュウさん、私らだって大海さんに片足突っ込んでんだ。沢城のこともエビナのことも人事じゃない。私ら自身の問題なんだ。何より友達一人こんな危ねえ戦いに行かせるわけないじゃない。友達？あんたが伝説のヤクザとかなんて一般人の俺には全然ピンとこないんだよ。俺にとってキリュウさんはカラオケと酒が好きでやたら喧嘩が強くて、そんでだいぶ手のかかる友達だよ。それじゃダメかい？あんたは一人で抱え込みすぎだって。困った時は頼ってくれよ。それがダチってもんだろ。はあ、ああそうだったな。いつの間にか忘れてたみたいだ。じゃあ俺のわがままに一つ手貸してくれ。さあ行くぞ。邪魔すんじゃねえよ。本気で行きなよ。力の差を見せてよ。やだ、かがせろよ。来いよ、ぶっ潰してやるよ。ほら来いよ、もっと楽しませてくれよ。楽に死ねると思うな。ない気分だぜ。またいい男に格が上がったね。さあここからが本番だね。エビナは文字通り最上階で高みの見物だろうな。このまま最上階へおとなしく通しちゃくれねえだろうな。みんな以来がしてるの。行くぜ。相手にな。
怒られる覚悟はできてるか。覚悟してよね。ご注文受けたまわりました。いっふっ、あたた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 たっ、中華料理は火力が命。ふっ、お塩少々。ガッ、ガッ、一丁あげる。なんだよ、ほっ、覚悟しなよ。よいしょ、ほっほっほっ、どれ、いっ、はい、よっ、ガーン、ガーン、ベルアップ、ガーン、無駄だ、勝負あったな。ついに敵も玉切れか。ちょっと休もうぜ、うん、疲れた。あんだけハワイに送ってもまだこんなに残ってたなんて。清流会ってどんだけ組員がいるのよ。まあほとんどが最近清流会に加わった人間だろうね。元は東上会か近江連合。清流会にすがりたくなるほどみんな元坊五年条項に苦しんでいたんだろう。立て。もうちょい休みましょうよ。敵も弾切れですし。違う、このフロアに敵がいないのか。隠れろ。どうすりゃいいんだよ。弾が切れるのを待て。そんな悠長なこと言ってる余裕ないよ。ちょっとちょっと伏せて。て、逃げやって。お前ら来ないだ。キリュウちゃんと殴り合って以来体がうずいてしゃあないや。喧嘩がしとうてしとうて。こうなりゃ俺らもとことん暴れさせてもらうで。キリュウさんだけにヤクザの後始末を押し付けるわけにはいかない。そういう結論に至ったんです。一緒に戦ってくれんのか。ええ、お邪魔でなければ。邪魔なもんかよ。最強の援軍だぜ。こいつはたまげたで。桐生一馬の丘にとんだ大物ゲストまで加わっとるとはの。三年越しの恨みが一気に晴らせそうや。三年越しの恨み。ここにいる面々はもともと近江連合や。それも下っ端やない。あの解散宣言の場にいた人間や。あの時はようも抜け抜けとわしらを出し抜いてくれたの。きっちりと恨み晴らしたるわ。いいだろう。お前らの怒りは俺たちが受け止めてやる。全力でかかってこい。死に探せや。ただじゃ済まさねえ。本気で行きますよ桐生さん。背中を俺たちに守ります。頼んだぜ。俺の番か。こっち見ろよ。痛めつけて終わらせる。こりゃ、こんなもんじゃ。やるか。はっ、よ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 っ、全力でかかる。舐めるな。
ヘリア違った。お調子出てきたぞ。抜きでかかってこいや。悪く思うな。お前らの怒りすべて俺にぶつけてみせろ。ここだ。はあ、出し惜しみをやめ。それガンガン行くで。手加減はなしだ。ここだ。調子出てきたぞ。やってやるよ。クソ、次々湧いて出てくる。キリュウさん、ここは俺たちに任せて上に進んでください。わかった。お前ら死ぬんじゃねえぞ。アホ、そらこっちのセリフやで。はよ行きや。